はい、世界を旅する49歳ルイフです。今回はですね、この僕のね相棒と、2泊3日ぐらいかな、とりあえず全くどこに行くか決めてないけど、どっかにキャンピングカー旅行ってきます。どこにたどり着くでしょう。それでは、はい、今ただいまね、三田の方に、兵庫県三田の方に、向かっております。行き先はね、決まってませんけど、まあこれもねライブ感があっていいんじゃないですか。そこにですね、ダムがね、青野ダムというのがあるので、最近ねちょっと釣りしたいなと思ってましたので、途中でね釣り具を買って、青野ダムにとりあえず向かいたいと思います。宿は分かりません。はい、無事に着きました。時刻は何時だ、何時だよこれ、5時、6時でございます。誰も周りにいません。ダムです、青のダムです。はーい、こんな感じでね、切りましょうかね。あ、これ切ったら見えないか。千畳寺湖というのかな、ここ青のダム、別名青のダムに、着きましたと。うわー、楽しみですね。今日は今ね、多分釣り、最後の釣り客がね帰っているところじゃないでしょうか。それではここで誰もいないところでひっそり楽しみます。お酒が飲めるぜー。無事着いたぜースーパーで料理をできない僕が頑張って買いましたからね。料理ができない僕が買ったんですからね。褒めてくださいよ皆さん。それもそうだけど、まずはまずはこれでしょうねと。これがいいんだよね。もうこのままここで寝れるというね。それでは、はい、恒例のハイボールでキャンパーイ。このキャンカーのね、おすすめ機能紹介。それはですね、テレビが、ついてますと。そしてなんとテレビでは、ティザリングにより YouTube が見れます。特におすすめはこの、世界を旅する49歳、ルイフーズハッピーライフチャンネル。わー、これをね、自分でティザリングして、まあ普通にね、この YouTube を、楽しめるというのがね、これめちゃくちゃいいです。ティザリングなんでね、あの設定はありますけどね、どこでも見れますんで、 YouTube、テレビ、そしてねこの携帯からね、コードでライトニングでねつなぐとまた携帯の画像とかが見れますんで、おすすめ機能でございます。とりあえずはね、この YouTube でね、高見さんの歌を聴きながらね、いっぱい引っ掛けましょうかと。人生は絶対に変えられる。ルイフーズハッピーライフチャンネルだよ。いいね。確かにやっぱいいよね。暗闇は切り開く。いっか。この塩辛っちゅうかな、これは。料理ね、素人のルイフです。めちゃくちゃ今日頑張ってますよ。このね、この出汁を、小鍋用の出汁を使って、自分でね、好きなようにちょん切って。そしてブレーキングダウンを見ながら、やっていきましょうと。もう最高すぎるよね、この素人感たっぷりなものがね。これがね、一つでいいんかな。水100ミリリットルをね入れるということで、本当に今日はねこのね全然わからないけど、これに、必要なね材料例というのがね書いてありますんで、これの元に野菜をね、野菜とかチキンをね、しいたけ調達しましたんで、これの通りねちょっとやってみたいと思います。コンロを使うときはですね、ここのねルーフベントというボタンがありますんで、ルーフベントがねこれと、なりますと。これをですね一回この
バチッと下げまして、これをね回すことでこうやってね、ちょっと分かりづらいかな、上のね蓋みたいなものがねちょっと開いてるんですね。まあこの傾きがちょっとこの30度か20度ぐらいにパッと開きますんで、もう通気ができる状態です。そして、そっからですね、これしっかり皆さん覚えておいてくださいよ。はい、これでオーンすると、ファンがね回り出しますと。でこれがねインとアウトのね切り替えになります。まあ排気をねするという、形になりますんでね、アウトという形になります。はい、でこれがね強さを示します。これでね、まあ中でコンロをね使っても一応外気、まあ外気じゃない、内気がね外気に、逃れるという形になっております。忘れずに、さあ合ってるんかな、まあいいでしょうまあおそらく合ってないでしょうまあいいと思います。これ火強すぎこんなボコボコならないの、わかんない、でも大丈夫。イエス、カツオと昆布の寄せ鍋つゆで作っていましたごめんね、ほんとね僕は料理初心者なんでね、なんかね適当に入れてましたよ。スイートコーンとかさ、チキンとかね、チキン、白菜、松茸、うわーすごくない、人参をさ、これ外側をね、僕皮をね、外側の皮を剥かないといかないかし分かりませんけど、いただきたいと思います。あったあったあった、熱いけどうまい。チキン、これをね酒を飲みながら、ブレイキングダウンでも見ながら、やばい、よかです。それではおやすみなさーい。はい、おはようございます。 Yes Good morning。 はい、昨日ね一夜明けまして朝の7時でございます。今ねちょっと寒かったんで、ヒーターをね入れてますんで、うーんつってますかっこいいですね、かっこいいですね、この車は、舐めるように見てみましょう。そして昨日もね夜でしたけど、こんな感じですね。はい、ここは、兵庫県の三田市で、ございます。このようにね、ここは千畳寺湖といってね、青山ダムという名前ですけど、今ねここにいます。青のダムでしたね、すいません、青のダムです。ここにいると思われます。あー、もやがかかって、あーいい感じだね、もやがかかって、あーいい感じ、うわー綺麗、最高、うわーこの雲の巣とか綺麗ですね。自然の、自然が作り出したものでございます。あー、あそこにはね、なんか弥勒寺って書いて、弥勒寺、あー綺麗だね、鳥がいます。なんか上にいらっしゃいます、金の。せっかくなんでね、散歩でもしてみましょうか。おー、景色がね、いいですね。おっしゃ、湖底に沈んだ歴史のためのモニュメント、おー、ここにね、町が多分沈んでるんでしょうね、この下に。おー、綺麗。
はい、それではね、20年ぶりのブラックバス釣り記念すべき1投目行ってみましょう。20年ぶりの、釣りです。このね、昨日ね、釣り具屋さんで全部揃えてもらいました。クランクベイトというね、プラグですね。これで多分ね、3メートルとかそれぐらいをね、潜っていくと思いますね。さあ、久々の釣り行ってみよう。ちょっと、十数年ぶりのね、キャスティングでぎこちなかったけど、まあ、とりあえずはね、投げれて懐かしい気分になりました。とりあえずはね、ちょっと朝一ね、ちょい仕事がありますんで、ちょい仕事をしましょうね。それからしっかり釣りましょう。はい、来た来たね、食べましょう。もうね、ほんとキャンプの時はね、朝の定番ホットサンド、3枚ハムと2枚チーズ、ダブルダブルダブル、他にね、なんかホットサンドの中の具でね、美味しいやつがおすすめがあったらね、教えてほしいです。せーの、はい、下黒川第二公園、こっからね、ふっから降りていきましょう。あー、天気がいいですな。天気がよろしいです。もうどっから降りていくんだい。こっからか、こっから降りていきましょう。懐かしい感じですな、これは。はい、丹波篠山でございます。キャンピングカー旅、2日目でございます。2泊3日旅です。1泊目はね、青山ダム、で、三田ですね、三田、そこからね、ちょっと北上する形になって丹波篠山にね、今来まして、キャンプ場をね、今時刻は4時です。キャンプ場をね、探してたら、ハイマートさなか、これね、コロナの時に1回来たんだよね。周りで誰もいなかった、もう一人ぐらいね、しかいなかったキャンプ場がね、なんかたまたま検索したら、あ、これ昔行ったとこだっていうところで、いい感じのとこがありましたので、そこに向かっております。今日はね、釣りをね、久々しました。釣果結果はゼロ匹、坊主。寂しい感じにはなりましたけど、全くね、問題ないという形で、あります。まあ、いいきっかけをね、いただきました。それでは最後ね、コンビニでお酒だけ最後に調達して、さなかキャンプ場に向かいます。はい、ハイマートさなか、これはね、本当に YouTube ね、見てください。昔のやつ、まだ始めたての時にね、ソロキャンプっていうので上げたところです。まあ、狙ってきたわけじゃないけどね、たまたま私が検索したらここに来ることになりました。よっしゃ、これ、おそらく日曜だからな、空いてるでしょうね、オートキャンプ場の受付。あ、今はどうさなか、この前ここに来たかな、なんかあんま記憶ないんだけど。これ止めます。じゃん。
ンプ場入り口なんかハイテクになってる。ハイテクになってるぜ。でタッチするだけでいいんだ。おお、これはいいね。これ当たらないようにね。はい、着きました。タンバジーブリュリー、地元のね、山椒のエールです。丹波篠山産の山椒を使用したビール。山椒の爽やかな風味とピリッとした辛みが癖になる日本味のビールです。ジャケットいけてるね。あー、これはうまい。あー、これも一本買っときゃよかったな。とりあえずね、今、こんな感じね。なんか汚いね。今こんな感じで設営が完了しました。ハイマートね、さなかです。こんな感じになってます。あのね、上には包みがあってダムがあります。平日、ちょ、日曜なんだけど、祝日かな。やたら人が多いぞ。前はね、コロナの時来たんで誰もね、いなかったけど、じゃあ楽しませてもらいます。はい、これはね、JA で買ってきました。丹波、何牛わからない。おすすめの肉。そしてこれ、サーロインステーキ。結構高いです。いい感じで仕上がっておりますと。引きの映像はこんな感じでしょうか。でね、街灯がついてますんでね、街灯とランタンとこの光で。もうね、ここで肉焼いちゃいましょうかね。ここで焼いちゃいましょう。重っ。よいしょ。ここに置こうか。行きましょう。こんな焼き方してるんでしょうか。いい感じで行きますと。これはやばいんじゃないですか。やば。やば。涙が出る。風呂上がりも欲しい。8時でございます。ハイボールを飲んでます。今日ね、肉めっちゃうまかったね。肉と野菜をね、この焚き火で、直火でね、直火で炒めて、めちゃくちゃうますぎて、ニンニクもね、これもね、やって、その後にね、栗、丹波の栗うめえから食べ過ぎてね、結構気持ち悪くなってる今日この頃でございます。まだね、8時か。まあ今回ね、初の2泊キャンプということでね、どうかなと思ったけど、全然いけるね。全然いけます。2泊でも全然いけます。まあ同じところに2泊でもね、よかったけど、別の場所に来てね、ここのハイマート、結構ね、周りが賑やかで、すごいよね。もうね、10月20何日でね、これだけの人がいるってことは、まあ今のね、やっぱこの流行り、ブームをね、まだまだ象徴してるんじゃないかなと思いますね。キャンプ3日目でございます。時間はね、朝の8時です。太陽がね、めちゃくちゃ日差しが強くて、最高に、ね、気持ちいい朝です。昨日はね、結構夜はね、やっぱ寒くて、このダウンジャケットのね、薄いやつじゃなくて、厚いね、ダウンジャケットがあってもよかったかなと思うぐらい寒かったです。周りはね、このような、感じです。もうね、結構ね、皆さん早い、7時半
に僕が起きた時はね、もうみんな起きてました。後ほどね、あの包みの上に行きたいと思います。毛布を干しております。コーヒー飲んで、またね、なんだ、ホットサンドでも食べるか。しゃー下手すぎるやろ。挟みますね。そしてこれに入れ込みます。はい、これこれですわ。うますぎる。やっぱ料理って自分でするとね、うまく感じるんだろうね。はい、それではシャワーの使い方を説明させていただきます。ここのね、コントロールパネル、電源がありますので、使用するのは、これですね。まず水道の、ポンプ、そしてシャワー室を押します。そしてですね、このボイラーをすることで、お湯が、出ます。それでは早速、ここを開けてみましょう。はい、でね、今もうこれ換気扇がついております。スイッチを入れましたんでね。で、あそこのスイッチを入れるとね、電源がこういう風に入ります。2段階ですね。はい、で、まあ極力ね、この換気扇をして開けてね、するのはベターかなという風に思います。これね、ちょっとやってみましょうか。おお、出ましたね、出ましたね。これを下げまして、ちょっとやってみましょう。出ますね、出ますね。はい、出ます。おお、これはいいです。でね、注意点が、ございます。注意点がございます。これをね、こういうふうに、閉めましてですね、ここをこれをですね、こういうふうにして、この ドアがですね、防水には、なっておりません。残念ながら防水にはなっておりませんので、これそのまま水をかけるとね、実は、めちゃくちゃ水が溢れた経験があります。はい、注意点としては、ここをね、しっかり物理的に、水がね、向こうに行かないようにして、やっていただくことが、マストと、なっております。でね、ここには、ソープだったり、まあ、リンスインシャンプーだけね、置いておりますと。同じようにこれはあるんですけど、これね、あくまでも防水ではありませんので、ここはね、絶対的にしておくださいと。はい、シャワー完了しました。なぜかね、この車内でね、寝るとこはね、靴の車であるけど、シャワー浴びるってなかなかないので、車内でね、シャワー浴びるとめちゃくちゃ感動します。おすすめ。はい、これをね、返却しますと。はい、はい、よいしょ。はい、お世話になりました。いいキャンプ場でね、さらにね、これは、はい、さらにね、バージョンアップされてる、ようです。また来たいと思います。今回の佐中オートキャンプ場最高でした。キャンプがよしてきたので、これからもね、キャンプや旅、いろんなことを発信していきますんで、よろしくお願いします。